ヤン・アンベルと、ロシア語名ヤン・ヤーノビチ・アンベリとは、エストニア人のボリシェビキ。作家としても活動し、エーサー・レアードをはじめとした数多くの筆名で、多くの作品を表している。1884年4月18日に、ロシア帝国、リフリアント・ケン・オールグノの丘に生まれ、コルガイコール・ヤーニ、ユール。 ピリストベレの教区学校やユーリエフ教職学校で1902年まで学んだ。翌1903年から1905年まではサンクトペテルブルクで事務員として1905年から1907年まではトイラで教師として働いたが同時にロシア第一革命にも積極的に参加。1907年に サンクトペテルブルク大学法学部に入学するとともに、同年にボリシェビキ党員となった。1911年には政治活動への参加を理由に奉公されるも、翌1912年に外部学生としてサンクトペテルブルク大学を卒業した。1912年から1917年までは UDF で弁護士助手として働く傍ら、1914年まで、 ヨハネス・キャスペルとビレム・ブックと共にボリシェビキ系新聞、キールを、創刊、編集した。2月革命が発生すると、ナルバ臨時革命委員会やナルバソビエトの指導者、ボリシェビキ・レーベリー、イゼン、エストリアント・イ、北、バルト・イおよび、エストリアント・ソビエト志向位のメンバーを歴任。同年の全ロシア・ソビエト大会にも代表として出席した。7月に、 逮捕されるも、10月革命からは再びエストリアンと、ソビエト執行委議長、軍事革命委メンバー、北西州軍事委員や北部州民族、問題人民委員を務めた。翌1918年11月に、ボリシェビキによるエストニア労働コミューンが形成された際にはその、人民委員会議議長及び、軍事人民委員を務めた。 コミューンの崩壊後はボリシェビキエストリアント、国外局メンバー、赤軍第7軍、フルンゼ第2次郎ロシア師団軍事員やペトログラード、防衛同盟員、ペトログラード防衛地区司令、全ロシア中央執行委メンバーなどを1919 19年から1921年まで務め、1920年にはエストニア共産党中央委のメンバーに選出されている。その後は、 キボリシェビキの支配するエストニアにおいて1921年から地下活動に従事したが、1924年1月に主導した共産クーデターも失敗すると、翌1925年にソビエト連邦へ逃れた。1926年から1928年までは、モスクワでジュコーフスキー空軍アカデミーに勤め、同年から1935年までは、 民会航空総局次長及び局長であった。1935年から1937年までは、コミンテルン国際管理メンバー及び、責任初期を務め、第6回と第7回のコミンテルン大会にも出席。ボリシェビキ島大会にも、第14回から第16回まで出席した。しかし、コミンテルン在職中であった1937年12月6日に、 逮捕され、5日後の同月11日、NKVD のアレクサンドル・ランク・ハンクによる拷問によって、デフォルトボ刑務所で死去した。その後も、アンベルトは人民の敵として求断されたが、1956年に名誉回復がなされた。アンベルトの記念碑レリーフは、タリン、ユフビ、トイラなどに設置されていたが、いずれも除去されている。 アンベルトの名を冠した通りも、ナルバとタリンに存在したが、それらも、パウリケレス通り、ビレム・レーマン通り及び、キビシラ通りへと解消されている。また、アンベルトの名は、タリン教育学院、ナルバ・シブやポルツァマーの通りにも付けられていた。ヤーンは1909年から翌1910年まで、革命家同士のアルマ・オストラに、身分証を取得させるため、 彼女と偽装結婚していた。その後、1912年にはイー・バシリエバと再婚した。さらに1925年には、亡命先のソ連で、別の同志アリセレーバルトと結婚。息子のショーヤーンと娘のキムを設けた。孫のアンドレスは、社会民主党所属の政治家として内相などを務めている。ありがとうございます。